こんにちは、七海です。今日は PBR1 倍以下の高配当株ということで、三菱ケミカル、こちらを解説したいと思います。現在ですね、強みを生かした事業ポートフォリオに再編中ということではあるんですが、その中でですね、懸念はもちろんあるものの、将来性が楽しみな銘柄だなと判断しておりますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。ということで、三菱ケミカルグループなんですが、総合化学の日本の最大手となってまして、テーマ見ても分かる通り、かなり広範な事業に関わっているよということが分かるかと思います。そんな中でもですね、主要セグメントは3つございまして、ケミカルズ、産業ガス、機能商品となっております。これらですね、それぞれ売上は毎年ですね、ある程度立っているんですけれども、利益の方を確認してみると、ケミカルズは結構年によって利益の増減が激しいなという印象でございます。ちなみにヘルスケアその他というセグメントもあるんですけれども、規模が小さいというのと、ヘルスケアに関しては最近ですね、全く振るってないよという状態になります。2022年度の売上収益というところでいきますと、4兆6300億円ございまして、かなり大規模な事業展開をされているよということですね。そして海外売上比率も年々上がってきておりまして、昨年ですね、2022年度は 50% まで上昇してきましたということですね。国外でも売上の半分を稼げてますということで、グローバルになっております。その展開地域はこちらのようになってまして、日本に243社あるんですけれども、その他の地域の会社数の方が多いよということで、ヨーロッパ、アジア、太平洋、それから北米という形でエリア集中して展開しているよというところでございます。そんな三菱ケミカルグループなんですが、現時点での株価 828.5 円、PR12.1 倍と妥当な水準、 PBR0.75 倍と割安、配当利回り 3.86% と高配当になっております。ということで、市場は世界に分散していて、局地的な需給のリスクを回避できるということで、長期的に保有できる素地はある銘柄だと判断しております。業績の推移と収益性はこのようになってまして、売上高ですね、近年は上昇してきているんですが、過去10年20年を振り返ってみますと、あまり成長はしてないねという状態だと思います。 EPS に関しても強い安定感があるわけではないということですね。ただし配当を見てみますと、 EPS よりは安定してるなというところでございます。このあたりは好みが分かれるところかもしれませんね。2021年なんかは配当成功 400% になってますので、かなり持ち出しが多いなというところで懸念するところではあるかもしれませんね。そして営業利益率 5.25、 ROE 6.2、 ROA 1.68 ということで、利益率は決して高い部類ではないよというところでございます。ということで、課題も明確になりましたので、これらどうやって今後解消していって成長していくのかというところを確認していきましょう。主なところでいきますと、機能商品、産業ガス、ヘルスケア、 MMA ということで、4つの分野に分けて打ち手が考えられているんですけれども、ここではヘルスケアを除いた3つに関して解説していきたいと思います。ちなみにヘルスケアを除いているのは、先ほど話した主要3セグメントではないというところですとか、僕自身が現時点であまり期待してないというところが理由になっております。まず機能商品に関してなんですけれども、全ての製品ポートフォリオをグローバルに展開しますよということですね。これを2025年度目標にやっていきますということで、これによって日本での売上比率 47% から 10% 減の 37 へ、アジア・オセアニアでは 2% 増、欧州では 6% 増、北米では 3% 増やしていくよというところでございます。グローバル製品をすべて備え、エンドマーケットに焦点を当てる地域別のセールスをしていきますよですとか、
市場ニーズに合わせてソリューションをカスタマイズしますよですとか、さまざまなことは書いてあるんだけれども、基本的には世界市場全体に自社製品を敷き詰めていくよという施策になっております。続いて産業ガスに関してなんですが、日本酸素ホールディングスというのが子会社にあるんですけれども、こちら世界第4位のガス事業者でありますよというところですね。こちらを世界4極での成長を拡大させていきますよということでございます。世界4極というのは日本、米国、欧州、アジア、オセアニア、この4地域のことを指しておるというところですね。産業ガスというのは天然ガスとは違い、水素ですとか窒素ですとか、そういったものを指すということですね。安定した利益を確保している事業でもありますので、需要があるところに重点的に供給していくことで売上と利益を確保していきますよということでございます。そして MMA 事業ですね。こちらは先ほどケミカルになっていたところなんですけれども、ケミカルの中に MMA 事業というのがございます。 MMA というのはアクリル樹脂のことですね。アクリル板に使うのはもちろん塗料ですとか様々なものに使われているんですけれども、実はこちらですね、世界の売上シェアは現時点でナンバーワンですよということでございます。それをですね、コスト優位性を持つ技術のリーダーとしてさらに圧倒的な1位を目指していくよということでございます。で、アクリル樹脂なんてどこで作っても一緒だろうと思うかもしれないんですが、これが実はですね、三菱ケミカルが優位性ある分野でございまして、サウジアラビアに新製法で作る工場を作ったということなんですね。今までの MMA というのは ACH 法ですとか C4 法と呼ばれる2つの製法が主流だったんですが、三菱ケミカルのサウジ新工場は独自の新エチレン製法を採用しているということで、既存の2製法が複数の製造プロセスを経た石化誘導品を主原料とするのに対して、新エチレン法は石化基礎原料のエチレンから直接作れますよということで、コスト面で優位性があるということですね。エチレンは石油または天然ガスの成分を分解して作られるんですが、コスト的にはサウジアラビアの天然ガスをベースとしたエチレンが世界で最も安いですということで、最も安い原料を供給してくれる国に拠点を構えることで、最もコストパフォーマンスを良くアクリル樹脂を作りますよというプロジェクトになっているということですね。もちろんアクリルも需要の波というのはあるので、売上と利益が安定するかと言われたら怪しいところはあるんですが、少なくともですね、競合と同等の製品を作れてコスト面で優位性があるということであれば、次第にですね、競合からシェアを奪っていって世界で圧倒的な第1位の企業となることはできると思いますので、そうなってくるとコストの決定権を三菱ケミカルが握ることができますし、今までの市場の在り方から一歩頭抜けてですね、非常に優位な立場になるということができるんではないかなと思います。また価格が下がるということは市況の影響をそれだけ受けにくくなりますし、利益も確保しやすくなるということではありますので、こうしたところも長期的に保有する銘柄としては心強さがあるかなと感じております。ということでですね、世界市場に製品を敷き詰めるし高角度で利益が得られる産業ガスに関しては、経済成長と人口増が期待できる4極地域ですね、重視して展開していきますよということ、それから MMA の新製法を駆使して圧倒的な1位を目指すんだよということで、これらが実現してくると将来の株価ですとか事業の安定性、もちろん利益に関してもかなり期待が持てるんじゃないかというふうに思っております。ただですね、こうした事業展開の中でですね、サステナビリティの期待に合致しない事業から抜けていきますよということで、石化と炭素ですね、こちらの事業から手を引いていきますよということが計画されておるという状態です。2023年、今年には石化事業をカーブアウトしますし、
来年2024年には炭素事業を売却しますよということで手を引きますよということですね。冒頭に申し上げた懸念はまさにここのことで、石化と炭素っていうのは2022年3月期の通期売上収益を確認していただくとわかるんですが、2つ合わせて約1兆円の売上を叩き出してますよということですね。2023年3月期も2022年同等以上に売上を叩き出していますし、重要な収入源であるという形だと思いますので、ここがなくなって本当に大丈夫かというのは懸念材料かなと思いますね。ただしコアの営業利益というところで見ますと、2022年は調子良かったように思いますが、2023年ですね、あまり利益が残ってないよという状態になりますので、結構ですね、やはり波があるよねというところだと思います。ここが MMA に集中することでコストを下げて売上をもっと上げてこれるということになるのであれば、既存事業からの撤退というのは正しかっただろうと判断できますが、現時点では何とも言えない以上懸念ではあるよねという判断になるかと思います。ということで、売上を着実に詰める石化炭素事業を手放すことに懸念はあるんだけれども、身軽な事業ポートフォリオになること、それから事業の集中に向けた一歩目を踏み出すんだというところでいきますと、個人的にはいい判断だったと評価することはできませんが、この一歩を踏み出したというところは、従来の何でも作ります、何でも作る代わりに利益率は下がりますといった会社の構造ですよね、そこに変革をもたらすという意味で面白い一手なんじゃないかなと思っております。多くの企業が様々なことをやればやるほど利益率が下がっていくというのに対して、一点集中型の事業をやっている会社さんってそれだけ利益率が高く出ますので、化学メーカーである以上一点突破で先鋭化するということはないかもしれませんが、ある程度リスクを分散できる事業ポートフォリオで、かつ利益もそれなりに出るよねというようなポートフォリオになるということはあり得ると思いますので、そうしたところには期待感を寄せてしまうよねというところでございます。そんな三菱ケミカルですが、配当ですね、こちらが2026年3月期までの実行計画においては前期比で配当増加及び2026年3月期の配当成功 35% を目標としてますよということで、当面は累進配当ですよということでございます。ただですね、先ほども業績の表を見ていただいたと思うんですが、現時点の配当成功ですね、 47% ありますので、着実に EPS が上がってこないと2026年3月期には計画が達成できない、もしくは減配してしまうよということはあり得ると思いますので、そこは懸念かなと思っておりますね。ちなみに今期の今後の見通しに関しては、社会活動や人流が増加し景気は持ち直していくと考えられる一方で、地政学的なリスクや欧米を中心とした金融資本市場の変動などによる景気減速の影響は懸念してますよということでございます。低調に推移した機能商品の需要や素材分野における MMA や石化製品の需要が緩やかに回復する見通しであること、それからヘルスケア分野において国内の医療用医薬品の薬価改定影響などがある一方で、メディカゴ社生産によるコスト削減効果を見込んでますよということで、ヘルスケア分野に関してはマイナス影響もプラス影響もありますということですね。ここが数字として実際どうなってくるかというのは蓋を開けてみないとわからないところではあるものの、極端に悪くなることはないよと言いたいのかなと思っております。それではキャッシュフローと財務確認していきましょう。フリーキャッシュフローは以前はマイナスの年もありましたが、基本的にはプラスですね。営業キャッシュフローもプラスで推移しております。投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローも基本マイナスですので、キャッシュフロー自体に大きな懸念点はないかなと思っております。 PBS 自己資本比率剰余金は増加傾向となっていまして、良い状態だなと思いますね。ただし自己資本比率ですね、こちらは安全と言われる 40% に到達しておりませんので、その点は懸念だと考えております。有利子負債倍率も
2020年に2倍近くに上がってますが、そこから減少してきているものの1倍を超えているというところは気に留めておいてもいいかなと思いますね。適正株価を確認してみます。直近20年の適正株価941円、直近10年間では1264円、直近5年間では988円となります。現在株価800円台ですので、現時点ではどの期間で切り取っても割安ということでございます。剰余金で直近配当を何年支払えるのかの計算をしてみますと、配当可能年数 29.7 年ということで十分余裕があるかなと思います。他の化学メーカーと比較しても数値に遜色あるわけではございませんので問題ないと判断しております。はい、ということで本日は PBR1 倍以下の銘柄ということで三菱ケミカルグループ紹介させていただきました。懸念はあるものの、直近2年間は売上もかなり上がってきておりますし、今後の事業ポートフォリオの再編ですと独自製法の MMA ですね、こういったものに期待感が寄せられるというところはございますので、投資対象としては面白みがあるんではないかなと思っております。最近日本株も株価がどんどん上がってきていて、高配当投資やりづらくはなってきていますが、引き続きですね、こうして良さげな銘柄を紹介していきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで本日の動画が皆さんの投資に役立てば幸いです。それでは本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。 See you。